中さん、ファーストコメントさん、ありがとうございます。遊びのアニャさん、デイビッドさん、ゆたしさん、ごさん、けんちゃんさんの方がさん、くんさん、まなべさん、はちさん、つぼゆうすけさん、クリオネさん、ゆうちょさん、ありがとうございます。ありがとう。おはよう、こんにちは。あれなんですよ、二連の声かけの下までちょっとね音を取ってないのであれなんですけど、これスマホでできるやつなんだけど、家でね電子ピアノもある、電子ピアノとかいろいろなピアノがあるんですけど、携帯でもできるね。意外と弾ける。うん、これね弾くの難しいんですよ。こんにちは、やっほー、のーちゃんです。おはよう。こんにちは。意外と弾けるんだ。ルデッキーマーチ好き。高いんだよね。あ、ゲットできた、おめでとう。みんな僕の太陽公演、来週12月の8日に。のぴちゃん、出演いたしますので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。こんにちは。K
鍵盤の大きさがね選べてね、最大ここまでいけるんですよ。だからちょうどねこんな感じで弾けるんです。でこれをねちょっとね設定でね、スワイプにしようか。これね曲もね演奏できるっぽいんですよ。予測することもできるんです。あのお化けなんてないさ、お化けの歌ね。お化けなんてだだ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 だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いんだ。ね、その曲にね合わせてね弾くこともできる。あれだね。みそとみそでたた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 チューリップね。咲いた違う。楽しいね。ということで皆さん、今の曲が流れたということはクリスマスの時期ですね。ねー、はい、クリスマスのまあ子供の定番ですね。これはクリスマスのカレンダー式、チョコレートのやつですね。これをね毎年うちではね買ってるんですけれども、今年のデザインは私はこれが可愛いと思ったので選んだものです。はい、でしょ。
今日ねお家にはね誰もいないんです。実は今は誰もいない。これはねカレンダー式なので毎日1個お菓子を食べれるというね贅沢なものですね。なんですけれども私は僕の太陽公園まではちょっとダイエットをしようと思っているのでそれまではね我慢しようかなっていうふうに思っております。で後ろにもね飾りそうですよね。 Christmas in the forest. The animals are busy. あ、なんかすごい難しい単語出てきて読み通そう。 The tree for their Christmas. So, in the forest.They wish everyone very merry Christmas. Ah, they wish everyone a very merry Christmas. 彼らは思ってるみんながすごくいいクリスマスになることをみたいな感じだね。サンタクロース。サンタクロースはね、本当にいるのでね。いや、12月8日は大事ですよ。だって僕の太陽公演ですからね。ちょっと公演のね1週間前とかはね大体ねダイエットをね心がけてるんですけど、沖さんのね生誕祭もあるのでこのまあ1週間ぐらいはちょっとねダイエット期間ですね。明日音楽祭だってみんなびっくり仰天。広島駅南口地下広場で、はい、音楽祭が行われます。そして来週福山でノアピの生ノアピが見れます。サンタクロースの格好をしていると思われます。福岡か福山じゃない福岡です福島と福岡と福山がある。福ちゃんさん福岡でねあります。こんにちは。うん、心霊写真ね。心霊写真ね。体勢結構きついことにね、気がついたんだけど。ちょっとね頑張ろうかなと思います。これね実はねシールもついてて、シールもついてるんですよ。そうでねこのシールを
貼ることも実はできるんですよ。ツーショットで心霊写真撮りたくない方とか、もし普通に撮りたい方とかは普通にお願いします。普通にって言っていただけたら私はもう普通で行きますので、心霊写真撮りたい方はね撮りましょう、ね、1日目がプレゼントですね。私はランダムでも貼っていきますので、どこにどの日にちがあるか毎日探しながら食べれるって楽しそうじゃないですか。だからランダムに貼っていきます。だからその綺麗に並べず楽しめるように行っちゃいまーす。お、プリッツェル、ラプリッツェル。今年クリスマス行きたい、夢の国。でもさ、クリスマスちょうどね被ってるんだよね。から行けないかも。かなちみ、結構さクリスマス行けないとさ、なえって感じじゃない？ギャル語みたいな感じだね。なえ、マジ無理単語。よいしょ。お、あとちょっとで針終わる。24日はこれもね結構大事なんですよね。24日時はね大事なのよこれ。どこに貼るか、ここかな、ちょうどヘルもあるし、真ん中のね四つのうちの一つですね。美味しそう、シフォンケーキ、フルーツ入ってるシフォンケーキじゃん。あとはどこかな、貼ってないとこあった、これだ。はい、貼り終わりました。でで、1日がまずそこのどこにあるのかを忘れました。どこ？あった、これです。あ、シナラメ、皆さんのぜひナピのカードをセットしてナピ一押しで頑張っていただけると嬉しいです。お願いします。美少女が目の前に、あらら嬉しい。うん、たくさんシールを貼ってちょっとね、今日は今日だけ、今日だけ、これはねあの良くない癖だけど、今日だけ、明日、まあ今はもうダイエット頑張ってるし、ちょっと明日、あの今日あのちょっとね運動するんで、はい、お仕事、私事なんですけどお仕事があるので運動して、
運動すると、うん、はい、プレゼントでした。いただきます。ナピちゃんもね、しなるべ頑張ります。みんな、私がダイエットの時に心がけていること、断食はしない。なぜならリバウンドしやすいから。でも食べるものを改善する。でも炭水化物も少々取らなきゃいけない。タンパク質とか脂質とか白米大事。食べないっていうのはなし。納豆食べてます。あのダイエットするときとか。夜は少なめ。昼はまあまあまあ食べてよし。朝ごはんはしっかりと食べないと食のリズムがねあれなので、なるべく食べる。カフェイン、15時までカフェインを摂取するのは、12時か15時まで。キャベツめっちゃねいいですよね。猫お母さんで見たことがあります。そう、あと何だろうな、お風呂に入る前にちょっとストレッチをして、そっからお風呂上がった後は運動を軽く、筋トレとか、体がね一番ほぐれてる時間帯なので、そこで アルコールねそれはちょっとねわからないで、でもカフェイン3時まで、なぜそれ以降に取るとですね、もうカフェインってものすごく一番なんだろう、結構ねコーヒーとかもそうなんですけど、肌の調子がね良くなくなっちゃったりとか、そうね、うん、ちゃんとしたねぐっすりとした睡眠がねそれ以降に取れなくなってしまうっていうのもあります。なんかだいたい6時とかに18時に飲んだりとかすると、そっからだいたい行っても1時ぐらいまでは寝れなくなっちゃうらしいんですよ。なんか寝たいなって思って寝ようとしてもね。そう、ちゃんとした、ね、睡眠を取るためには3時まで。ああ、白米よりね玄米とかもね全然いいんですけど、いいんですけどオートミールとかね良いらしいです。あのカフェインゼロの、あのほうじ茶なんかは良いですよ。なんかダイエットはだいたい9時までにご飯を食べてっていうのがいいんですけど、私は9時までにご飯を食べることは私の家庭的に無理なんですよ。なぜならばイモピが習い事終わるの8時、帰ってくるの9時帰ってくるの9時、ご飯食べるの
9時半か10時イモップはもうなるべくすぐにお風呂入って寝てるんですけど、ですぐ食べて、そう間食はね、間食はいけないんですけど、食べていいものがねあるんですよ。でも私もねそれに合わせてねご飯食べたりするとちょっとね遅めなんですよね。うん、そう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 、まあ皆さんお分かりかと思いますが、9時までね、9時以降にねくるくる配信してたりする時とか伸びたりするのは、まあそういう時間帯に行ったりすることですね。ああ食べちゃう、なるほどね。食べていいもの気になる。それはまあ今度お話し会に行きたい人だけ教えます。歩くことは大事ですよ。運動すること、歩くことがめっちゃ大事です。あとねストレッチすごく大切。私もねなるべく欠かさずやってます。でも寝る前のストレッチ忘れちゃう時がある。うん、あ夜中でもね、あらららら、夜中のご飯が一番良くないんですよ。ああえひーちゃん、かのんちゃんやってんの？ウケる。あら作業中の間ありがとう、ありさんありがとうございます。そう布団の中でストレッチ結構ねできますよ。うん、あなるほどね、仕事柄ね。仕事とかはねほんとねしょうがないよね。うん、11時過ぎにね食べちゃう、うんしょうがないそれは。なんか本当にあかりさんそれはしょうがないです。まあ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 、なんか規則正しい生活って難しいんですよ。一番9時までにご飯食べるとか理想的だけど、実際私も10時とか11時にご飯食べちゃうこともありますし、寝るのもこのぐらいだったりこのぐらいだったりね、このぐらいだったりそういう時もあるし、それで睡眠取れなくてあーってなっちゃう時もあるし、規則正しい生活って一番難しいんですよ。ね、だからしょうがない、自分の体調に合わせて食べることが大事。なるべく均等な時間とかいいよね。えらいね9時以降食べてないんだよな。うん、あーラーメンね、うちラーメンあんますごい食べるわけじゃないのでね、そうグラコロ食べたい、おいしそう、なんかね出てるよね。オールすることはね大概ないです、ないです。とりあえずそのどんなに忙しくて夜このぐらい寝たとしても必ず睡眠はたあのとってます。1時間でもいいからって言って、で次の日、ね、なんか移動中とかに寝たりとかそんな感じだったりもします。規則正しくお酒飲んでます。死ぬ。
なるほどね。ネグロコロ種類増えたよね。それな。グラタンね。グラタンいいよね。私もね、もともとすごい運動してたからそこまでこういう食のこととか気にしてなかったんですけど、 STU 入って運動をねがっつりやめたので、やっぱねこういうこと、もともとねこういうことにね一番ね気をつけなきゃいけない感じのね体質なので、いや実感しました。だからねこういうことにはねちゃんとね気をつけていってます。1年目とかはね何にもね気にせずね今まで通りのね食べ物を食べていたら、やっぱね行ってね小さくならないんですよ。その食べない限り小さくはならなくて、一回私流行りの病にかかった時にしばらく1週間2週間ぐらい何も食べれなくて、飲むことさえなんかうってなっちゃう感じだったので、それで胃袋すごい小さくなったんですよ。そっから食べる量はガクンと減ったんですけど、やっぱりそうね、なんか難しい。本当に食べてなかった、あの時は何にも食べてなかった。食べることがいい、なんかもう食べ物見るだけでお腹いっぱいだったそう何も食べてなくて、オフの日あーがっつり寝たりないですねいいなあずみ、オフの日にゴロンってできるの。私は今は私はバイオリンの練習とかね勉強とかもあったりするので、なかなかそういう時間を作れないですね。日々努力、日々努力、みんなのびが、のびちゃんはこうやって努力しているので、そのね努力してきている姿を見届けていただけると嬉しいです。腐らないうちにのびの話会ぜひ来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。うん、もうねくるくるとかはねアズミンとかねゆっくりした方がいいですよ。私もねゆっくりしますよ。いや頑張るけどちゃんと、まあダルクさんえ興味出てきた、嬉しい。ないでしょ、腐るよ。今は半分腐りかけてるからもう私の心は半分腐りかけてるので、これが腐りきった場合どうなるでしょうねえ、販売はまだね今のところなっちゃん今回のシングル出てないらしいのですごく悲しいですね。みんな私以外の 2.5 研究生はね全員2部以上は持ってるのでね、のアピだけに1部しかないのでね。そうでもその中でも一生懸命頑張ろうというふうにナオピは思ってるので、皆さんに来ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします
ね、部数戻したいけど今のままじゃどうなるかな、次なかったりして嘘嘘ちょっとねネガティブになってしまってね最近。トトイありがとう、ひまたらさん、あら今村剛さんすごいいいこと言うね あ、ツイートボールでありがとうございます。ね、最近ねそうネガティブ思考多いんですよね実は私。よくないよくない。あ、キャトルさん、分かった、ありがとう、長いのかこの嬉しい。もともとねポジティブ、なるべくポジティブ人間だったんですけど、そう、継続は力なり、その言葉を信じて頑張ります。うんですね。あ、イモステレビ、え、水泳の時以来出てない。水泳の時以来出てないかな、私もしかして。どうだったっけ。え、嬉しい、可愛いって反応増えてきてる。でもね最近のお話し会ね来てくださる方も声増えてるんですよ。おしましだけどもね、いいので本当に嬉しいです、ありがとうございます。ぜひ来てください。おしましもね大歓迎なんですけど、マーフィさんでね来ていただける方がもっと増えるといいな東華さん、だるまさん、ありがとうございます。いやもう12月だって、今年終わるよ。今年1年も早かったね、あっという間に終わる。え、ぜひおしましよろしくお願いします嬉しいです。うん、もう最近年が過ぎるのがあっという間すぎてやばいです。お年玉ね、クリスマスプレゼント私今回決めました。サンタさんには高いものをちょっとね頼みますよくないですね。言っても可愛い服、今年私服にしました。今後ね私も服欲しいなと思ってて、なんかツイッターでね見かけたんですけど、こういう服とかが欲しい、こういうのとかね。え、もうなんかその可愛くて冬で良くて長袖でって言って、こういうのとかね欲しくてで、なんかなるべく長いスカートが良くて可愛いし、こういうのとかね、そう、自分らしい服っていうのはねなんですけど、こんな感じの服が欲しいからサンタさんにお願いする。
皆さんもね、沼瀬で昇格したらね、プレゼントとかがね、もしかしたらあるかもしれないし、かもしれないけど、皆さんニュープロジェクトの YouTube チャンネル登録お願いします。まだね、今4800人ぐらいなので、皆さんぜひチャンネル登録していただけるとありがたいです。お願いします。サンナさんはいつでもどこでも私たちのことを見守っててくれてますのでね、きっと来てくださるはずです。ではそろそろ終わりたいと思います。こんにちは。登録してるよ、ありがとう。うん、去年はプレゼントの袋を用意し忘れましたが、サンタさんが用意してくださいました。でもいつも私の机にサンタさんが来たら食べてもらえるように紅茶とお菓子を添えております。では終わります。いいえ、こちらこそありがとう。すごい。嫌だ。では行きます。久しぶりありがとうございました。カニズエビトさん、Thank you very much. ありがとう。セデザリさん、Thank you. ありがとうございます。フォースイズピピピトマトさん、Thank you very much. ありがとうございます。フィッシュイズニコニコマックさん、ありがとう。シックイズウラルさん、Thank you. ありがとうございます。セブンイズエドコカズちゃんさん、Thank you. ありがとう。エイイズ今日のツボユスケさん、Thank you. ありがとうございます。ありがとう。エンナイズメリーさん、Thank you. ありがとうございます。エンナイズエレルマルさん、Thank you. very much. ありがとう。リバネズ黄金皇帝さん、Thank you. ありがとうございます。テープイズ青森カルさん、Thank you. very much. ありがとう。エンテープセティンイズテトリスファイブさん、Thank you. ありがとうございます。はい、ということで本日も皆さん配信ありがとうございました。ありがとう。Thank you. ありがとうございます。では皆さんバイバイ、またね。配信ありがとうございました。良い一日を。バイバイ。またね。See you.